ベルナルド・アジャーガは、スペイン・ギップスコア県出身のバスク語作家。本名は、ホセ・バイラス・ガルメンディア。長編小説や短編小説に加え、児童や青少年向きの物語、ラジオ脚本、戯曲、作詞、エッセイなどの幅広い分野で活動している。バスク地方の自然や人間を描くことを、ライフワークとしている。エウスカルツ・インディアの正会員である。ビルバオ大学で、 経済学の学位を取得し、バルセロナ大学で哲学と文学を学んだ。経済学者、書店経営者、バスク語教員、出版業者、ラジオの台本作家として働き、1980年に専業の作家となった。アチャーガは題してバスク語で執筆するが、自らの著作をカスティーリア語に翻訳するセルフトランスレーションの活動も行っている。 バスク文学の歴史について言及して、若い頃に3年間でバスク語文学の全作品を読み終えてしまったと冗談めかして語ったことがある。1972年頃に執筆活動を始め、同年にエウスカルリテラトゥラに寄せたバスク語作家についてのアンソロジーガーチャーが初の出版物となった。1976年には初の短編ジターティアスを出版し、 1978年には初の詩集エチオピアを出版した。1988年に出版した短編集オバパ・コアックで一躍有名となり、スペイン国民小説賞などを受賞した。この短編集は20個と5以上に翻訳されており、2004年には中央公論新社がカスティーラ語版から訳した日本語版を出版している。1999年には、 イギリスのオブザーバーシによって21世紀に活躍が期待される書き手に選出された。2000年にはホセ・アンヘル・アスクンセがアッチャーガの電気を出版した。2005年にはオババ・コアックを原作としたモンチョ・アルメンダリス監督による映画オババが公開されピラール・ロペス・デ・アジャラが五夜賞女演女優賞にノミネートされた。原作はバスク語で書かれたが映画版は カスティーリャ語で制作されている。ありがとうございます。